こんにちは。この前でしたっけ、銃を好きになるきっかけなんですかみたいなね、動画を作って、たくさんの方コメントいただきありがとうございます。その中でね、懐かしいネタがあったんでね、まあちょっとそれについてお話したいなと思います。皆さん、マイアドバイスってご存知ですかね。若い世代の方だと、映画でそういうのあったかなぐらいで、前テレビシリーズでね、アメリカのテレビドラマでそういうシリーズものがあって、それで日本でも深夜とかやってたんですよね。最初の頃はね、私もあまり見えなかったんですよね。田舎の方にいたんで。それでそのうち見えるようになって、いやー、燃えますよね。最初ドン・ジョンソンね、主人公をあれですよ、ブレンテンね、それで645使ったりとか、でタブスがソード・オフのショットガンとかね、あとスナブノーズ使ったりっていうことで、あの辺でね、ショットガンって、そのタブスのようなイメージに僕はなってるんですけどね。皆さんってテレビシリーズとかマイアンバイスってご覧になったりしてました？映画もね、私珍しくちらっと見たんですけど、キャストはちょっと変わったのが残念なんですけど、あれはあれでまた面白かったかなと思います。で、皆さん見たことあるかどうか聞きたいのと、あとどのシーンが好きですか？私はもう一択なんですよね。シューティングが好きなんで、一回ね、ジプズミアナでしたっけね、F6 シューター、競技射撃のもやってるし、俳優もやってる人っていうのがいて、殺し屋役で出るんですよね。で、スパス殺すために、スパスを車でパーンバンバンって打ち込むわけですよ。それで見つかったんですよね、確か警官に。それで手を上げろみたいな感じで手を上げて、またこの手の上げ方がね、F6 とかそういう競技の時のハンズアップってこういうスタイルにちょっと似てて、お前私やってますよっていう感じするじゃんみたいな感じで、ちょっとい、なんだろうな、ちょっと控えめ手を上げるんですよね。で、銃を置いて構えまし、ハンズアップ両手上げてますっていう姿勢で、お巡りさんがちょっと横ふっと向くんですよね。そのシーンに銃を抜いて、チェンバー送ってたんでしたっけ？という冬に見えるけど、抜いて、ボディに2発、ヘッドに1発、バンバンって打って、で、倒して、なぜかチェンバークリアして、その人の上に置いて立ち去るみたいな。その立ち去る意味っていうと、証拠品なんで、もうそういうのは置いていかないっていう意味なんですかね。でも、チェンバーからにするのは、なんだろうな、シューターの癖的な感じなんですかね。多分詳しい方はいっぱいいらっしゃると思うんで、よかったらご意見いただければと思います。そのシーンがね、一番燃えました。何度も何度もね、再生したい。他にも結構銃撃シーンとかね、燃えるシーンがたくさんあったりとかして、おおっていうシーンがあってね、当時は本当ね、毎週楽しみでしたよね。というわけで、皆さんが好きなマイアドバイスのシーンなども教えていただけると、ああ、そうだったみたいなことになるんで、それだけなんですけどね、よかったらコメントとかで教えていただければと思います。まだ見たことない方はね、今見たらどうなんだろうな、面白いと思うんですけどね。よかったらご覧いただいて、コメントとかいただければ嬉しいです。最後までご視聴いただいてありがとうございました。